この際河合君から発言を求められておりますので、これを許します。河合孝則君。私はただいま可決されました出入国管理および難民認定法および日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、各法第48号に対し、自由民主党、公明党、日本維新の会および国民民主党新緑風会の各派共同提案による付帯決議案を提出いたします。案文を朗読します。出入国管理および難民認定法および日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案、政府は本法の施行にあたり次の事項について格段な配慮をすべきである。1、紛争避難民のみならず国籍国等に帰国した場合に生命の恣意的な剥奪、拷問等を受ける恐れがある者や、残虐な取り扱いもしくは刑罰を受ける恐れがある者、または強制失踪の恐れがある者など、真に保護を必要とする者を確実に保護できるように努めること。2、難民等の認定申請を行った外国人に対し、質問をする際の手続きの透明性、公平性を高める措置について検討を加え、十分な配慮を行うこと。3、難民審査請求における口頭意見陳述の適正な活用を進めるとともに、難民認定に関連する知識を十分に考慮した上で、難民審査参与員の任命を行うこと。4、送還停止後の例外規定の適用の状況について、この法律の施行後5年以内を目途として、必要な見直しを検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。5、送還停止項の例外規定を適用して送還を実施する場合であっても、第53条3項に違反する送還を行うことがないよう、送還先国の情勢に関する情報、専門的知識等を十分に踏まえること。6、難民の認定等を適正に行うための措置の実施にあたっては、令和3年7月に国連高等難民弁務官事務所との間で締結した協力覚書に基づき適正な措置を取ること。7、難民の認定等を迅速かつ適切に行うにあたって必要な予算の確保及び人的体制の拡充を図るとともに、難民審査官、難民審査参与員など当該認定等に関与する者に対して必要な研修を行うこと。また研修の成果が実際の難民等の認定実務に生かされるよう、研修の内容及び手法の改良に継続的に取り組むこと。8、難民該当性判断の手引きのみでなく、事実認定の手法を含めた包括的な研修を実施すること。さらに実際の難民認定実務における難民該当性判断の手引きの運用状況を踏まえつつ、関係機関や有識者等の協力を得て、同手引きの定期的な見直し、更新を行い、難民該当性に関する規範的要素のさらなる明確化を図ること。9、国連難民高等弁務官事務所との協力覚書のもと、難民調査官の調査の在り方に関するケーススタディの取り組みをより一層強化し、難民認定制度の質の向上に努めること。10、最新かつ関連性及び信頼性のある出身国情報の収集を行う体制を整え、とりわけ専門的な調査及び分析に必要な予算及び人員を十分に確保すること。日本における難民認定申請者の主な出身国や申し立て内容に関する出身国情報を取りまとめて、業務に支障のない範囲内で公表するとともに、難民不認定処分を受けた者が的確に不認定の理由を把握できるよう、その者に対する情報開示の在り方について検討すること。11、管理措置制度を適正に活用し、収容が不必要に長期にわたらないよう配慮すること。12、
管理措置仮放免制度の運用にあたっては、管理人と非管理者の信頼関係及び関係者のプライバシーを尊重するとともに、管理人に過度な負担とならないよう配慮すること。13、健康上の理由による仮放免請求の判断の際には、医師の意見を聞くなどして、健康状態に十分な配慮を行うこと。14、在留特別許可のガイドラインの策定にあたっては、子どもの利益や家族の結合、日本人または特別永住者との婚姻関係や無国籍性への十分な配慮を行うこと。15、外国人との共生社会の実現を推進するため、出入国在留管理庁の予算、組織、体制の在り方について検討すること、右決議する。以上でございます。賛同をお願いいたします。ただいま河合君から提出されました付帯決議案を議題とし採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の挙手をお願いします。多数と認めます。よって河合君提出の付帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。はい。